東徹君の出示を行いますす、えー、日本首都会の東徹でございます、えー、まずあの質問ですね、早速入らせていただきたいと思いますが、あのー、ぜひこれあの、国会改革でやっていかないといけないという問題が一つあります。で、あのー、それは何かと言いますと、国会議員の質問通告ですね。 まあこれが遅くなって、そしてやっぱり官僚がその答弁を作成するのにです、ね、まあ、深夜、ひどいときだったら朝方までかかって、えー、そして疲弊していって、えー、そしてまた、えー、退職していったりとかですね、そしてまた優秀な人材が集まらないというような、まあ、これ報道もよくありまして、やはりあのここの国会改革はです、ね、ぜひ、もうこの臨時国会で私はやらなきゃならないんじゃないかなというふうに思っております。で ぜひですねあの、私の質問通告、何時に、えー、通告したのか、日時を教えていただければと思います。内閣官房、須藤内閣審議官お答えいたします。本日の委員会の東委員からの質問通告を受けた時刻は、一昨日、10月30日の14時20分であったと承知しております。 東徹君、はい、ありがとうございます、これ、なんで聞いたかというと、まあ、やっぱりこう事務局に、えー、もうこれで通告出そうと言って、まあ、こちらが決めて、そちらに伝わるまで、やっぱり1時間ぐらいのです、ね、今お聞きすると、まあ、タイムラグがあるなというのが分かりましたので、やっぱりそういう、まあ、それがやっぱり時間も見てです、ね、やはり質問通告、われわれはですね、えー、2日前のやっぱり17時、午後5時ですね。 ぜひですね、やっぱりこれこそです、ね、やらないといつまでたってもです、ね、やっぱりこの議員の質問通告が遅くなって、まあ、官僚が疲弊していく問題、まあ、これやっぱりなくならないわけでありまして、まあ、ぜひこれをやっぱりやるべきだと、これ、立憲民主党さんも、これは本当にあの言ってくれたんですよね、立憲民主党から、まあ、これやっぱりやるべきだと、厚生労働委員会でですね。だから そういうことを言っていただいているんですから、これはあの必ず実現できると思います。これ、もし何かあの答弁なくても、コメントなくてもいいですが、岸田総理からもしあればですね、何かコメントしていただければと思います <laughs> 岸田内閣総理大臣。はいあの、えーと、私の立場から議、議会の運営のあり方について申し上げることは控えなければならないと思いますが、やはり、 国家公務員のこの働き方改革、また優秀な人材が国家公務員として志を持って働いてもらうためにも、委員のご指摘は重要なご指摘だと認識をいたします。東君 はいいありがとうございます、まあ、ぜひそこをです、ねまあ、お聞きしたかったわけでございまして、やっぱりこれは我々まあ、国会の役割としてです、ね、早くこれ実現しないとです、ねえー、こんなことをしてたんではです、ねえー、日本の国家の損失につながっていくというふうに思います。で、つ、えー、いて、えー、岸田総理の、まあ、これ、認識についてお伺いしたいと思いますが、まあ、これ、あの、 我が国はこバブル以降です、ね、まあ、失われた30年とまあよく言われております、でまたあ今日もいろいろと話がありましたが、IMF のです、ねえー、予測では2023年、名目 GDP がドイツを下回ってまあ世界4位になる、でまたあ我が国の一人当たりの名目 GDP、まあ、これ、世界32位、2022年ですけれども、そしてまた競争力ランキング、まあ、これが2023年で、えー、世界35位。 でまあ、非常にいわゆる国の経済というのがまあ低迷しているという状況です。でまた人口減少、まあ、これも30年前から分かっていながら、まあ、人口減少に歯止めがかからないという状況、そしてまた、そんな中で上がってきたのは何かというと、まあ、税金と社会保険料ばかりで。 えー、令和5年度の国民負担率は、ですね昨年度よりも若干、まあ、これ、低下してるんですけれども、見込みで46.8%、まあ、こういう状況になってきてるということなんですね。で、えー、これはもうあの、パネルをちょっとお願いしたいと思いますけれども、政治のあり方からですねやっぱり変えていかないと、まあ、変わらないんじゃないのか、で私もあの大阪府議に初めて当選したときは自民党におりましたから、まあ、参議院選挙も応援したこともあって、よく分かってますよ。 でこの政官業のですねこのトライアングル政治と官僚と業団業界団体のこのこのあり方をですねやっぱり変えていかないとこの日本の政治っていうのは変わらないんじゃないかまあこういう思いがいたしておりますでこれあの業界団体からですね、えー、まあ政党に対してまた議員に対してまあ献金であったり票であったりそしてまた業界団体は政治家に要望したりそして官僚は また業界団体、天下りしたりとか、そしてまた官僚はまた政治家からです、ね、いろんな要望を受けたり、また法案の成立をお願いしたり、まあ、こういう、ですねもう慣れ合い、もたれ合い、まあこの、この構図をですねやっぱり変えていかないと、日本の政治っていうのはですね良くならないのではないかと、で日本維新の会は、もうこれ、業界団体からの献金というのは、ですね一切まあこれ、禁止をいたしております。で,、えー、まあぜひですねやっっぱりこういった この政官業のこの鉄のトライアングルのこのあり方、これをですねぜひまあ変えるべきだというふうに思いますが、この、こういったことでまあ政治もやっぱり停滞してきていると、ここにはですねやっぱり国民が不在してるんですよね、国民の方を見ていない、国民の側に立っていない、だからまあこういった状況になってきているというふうにも思うわけであります。こういうういい今のとか 非常にまあ経済がこれだけ停滞している状況、これはやっぱり国会議員の責任というか、怠慢だと私は思います。でもちろんこれ、与党、自民党、公明党だけではなくて、野党にもやっぱり力がないからです、ね、動かすことができなかった、私もまあこれ、10年ですね、まあ、国会議員なんかやってまして。 もうこれ、もう非常にです、ね、あの自分もなんか国民に対して申し訳ないなという思いがいたしております。これはあの、岸田総理、まあ、どういうふうに認識されるのかです、ね、お伺いいいしたいと思います岸田内閣総理大臣。あのまあえー その鉄のトライアングルということでまをお示しいただきましたが、あのこうしたこの現状があるという指摘は、謙虚に受け止めなければならないとは思いますが、これはあの、えー、例えば、この献金云々についても、まあ、民主主義のコストをどう維持していくのかという議論もがあり、また天下りにおいても、 た民官民の,この人的な交流はどうあるべきなのかというさまざまな議論があり、こうしたあのトライアングルということについても、絶えずこれ、問題意識は示されていたんだと思います。えーそして 要は、まあ、こういった指摘の中で、国民から見て、まあ、日本の政治が理解されるものであるかどうか、まあ、こういったことが最も重要な点だと思います。こうい,った指摘そういった指摘を受けないように、この政治のありようというものを国民の皆さんにしっかり示していく、こういった政治の志、まあ、これは大事だと思います。そういいった思いで政治を一人一人人の 政治家が強い覚悟を持って進めていくことが重要であると思います具体的な指摘してについては一つ一つ課題に答えを出していく努力を積み重ねることが大事だと思っています安妻徹君 はい、まあぜひまあ政治のあり方をですね変えていかないとこう日本の政治は良くならないとまあいう思いがいたしております。だからまあ政治のあり方を変えていくためにも我々はですねやっぱり強くならなくとまあ日本の政治が変わらないとまあそういう思いで、えー、我々もですね、えー、しっかりとまあ取り組んでまいります。であの次にあの経済対策についてでありますが岸田総理が所信表明演説でまあ明日は今日より良くなる。 よくなるとと信じらられれ時代を実現ししまますと、まあ、こう述べられました本当にまあそういう時代をですね、いちいちも早く作りたいというふうに私も思います。で、えー、また経済、経済、経済、まあ、デフレ脱却だと、まあ、いうことも、こう言われて、それもですね、もちろん大事で、そのためにはやっぱりわれわれは、 まああの馬場代表も改革、改革、改革と言いましたけれども、やっぱり改革、大事だというふうな思いであります。でまあ、そんな中で、われわれ日本維新の会も、まあ、経済対策、いろいろと言ってきました。で、えー、消費税の、まあ、減税について、えー、伺いたいと思いますが、消費税の減税もこれまでずっとです、ね、提案し続けてきているわけですけれども、この消費税というのは、あ減税しない理由は、 社会保障のための財源だと、まあ、こう言われるわけですよね、で消費税を、まあ、社会保障の財,財源だと言うわけですけれども、消費税を目的税化しているわけでありますけれども、そういうことを言ってるからですね、なかなかデフレ脱却できない、この仕組みこそですね、やっぱり変えるべきで。 やっぱり社会保障の財源は消費税だけではなくて、所得税だったり、そしてまた法人税だったり、あ,ありとあらゆる手段を通じて、社会保障の財源はやっぱ確保していくべきだと、そう思うわけでありまして、この消費税をああのこういったデフレ脱却しなきゃいけないときには、減税できるとか、コロナ禍のときには減税できるとか、そういった仕組みにすべきだと思いますが、いかがですか岸田内閣総理大臣。 あの今あの経済対策の議論の中で、可処分所得をまあお支援しなければいけないということで、午前中はあ確かあの社会保障費をえ引き下げる、こういったご提案をいただきました、今、消費税の引き下げができないのか、こういったご指摘がありました。そししてて今まああの政府としては あ所得減税と給付によって過所分所得を支えるこういった案を提出させていただいていますえ要はまず物価高に対して国民生活を支える過所分所得を支えるということで様々な手法についてご提案いただいていますがその中で所得あ消費税についてどうして減税できないのかまあ、こういったご指摘だと思いますえこの消費税については かって社会保障と税の一体改革の議論の中で、この、まあ、国民はあそのライフステージの中で、さまざまな段階でこの社会保障の受益者となりうる、えー、こういった社会保障であるからして、この支える経費はできるだけ、えー、多くの国民で分かち合うべきだという、まあ、議論が行われ、その結果として、 えー、幅広い世代が負担する消費税を財源にするのがふさわしいと議論が行われ、えー、そしてその結果として、えー、っと2014年の4月から、あのーえーえー、この消費税の税収は、年金、医療、介護、少子化対策、えー、この社会保障を4経費に充てる。 まあこうしたこの消費税法上の,の取り扱いが明確化された、目的税化された、こういった経緯をたどってきました。あの最初から、この消費税は社会保障に充てると決まっていて、だから買えないというのではなくして、社会保障と税の一体改革の議論をずっと積み重ねてきて、そしてやはり社会,あの社会保障の財源は消費税で充てるべきだと。 という結論に達した、まあ、そうした議論の結果でありますので、えー、これは尊重しなければならないのではないか、よって可処分所得を,、まあ、を押し上げる上において、消費税以外の手法を取ることが適切であるということで、えー、所得税等の,この減税と、 給付の組み合わせを政府ととして考えたたここういったことであります消費税をどうして下げないかという点については、そういった議論の歴史を尊重した上での判断であります東徹君。いや、それはよく分かってるんですよ。で、分かった上で聞いてるんです。であの、いや、そこの判断が私は間違ってたと思うんですね。で、これは、あの例えば、 コロナのときっていうのは、非常にまたこれね、国民生活を支えるために非常に大事なときだったと思いますで。ドイツなんかはやっぱりね、消費税下げてますよ、下げてます。他の国もいっぱい下げてるところもあります。であの、日本でも今やっぱりデフレ脱却ということを言われるわけですよね、岸田総理も。でまた今ですね、まあ、賃金よりも,もう物価高の方がやっぱり上なんですよね、賃金上がるよりも物価高が上。 で早くデフレ脱却しなきゃいけないというときでもあるわけですよね。で、そういったときに、もっと国民に分かりやすいような形でのやっぱり減税のあり方とかですね、そういったことができるようにで、またこれ、またデフレ脱却できたら元に戻せばいいわけですよ。そういった仕組みができるように、やっぱりするべきじゃないですかということを言ってるわけで、何もですね、あの永久に下げろと言ってるわけではなくて、 まあこのデフレ脱却をしていくため、こういった大事なときに、下げれるような仕組みに変えるべきじゃないですかとまあいうことを言ってるわけです岸田内閣総理大臣。あのえー、政府の可処分所得の支援につきましても、これから未来へ以うやるというようなことは申し上げておりません。デフレ脱却しなななければならない、えー、と賃金を 上げていかなければならないわけですが今の段階では物価高騰に賃金が追いついていないからここは一時的にもこの過所分所得を支えなければならないまこういったことで所得減税とま給付の組み合わせを提案させていただいているわけですあの消費税そしてその中でどういった手法を取るのか これが議論のポイントだと思います。どの税を使うのか、どういった制度を使うのかということであります。その中にあって、消費税についての事情も勘案した上えで、政府としては、所得減税と給付の組み合わせを提案させていただいている、こうしたことであります。これはあの決して 未来英語こうした手法を取るということを申し上げているわけではありません。安住党君、だからその選択肢の中に消費税も入れるべきじゃないですかということをお伝えしています。岸田内閣総理大臣、あの選択の問題です。あの社会保障費の削減か消費税か所得税か、まあこうしたまあ議論の中で。 最も現実的な対応は、所得税の減税と給付の組み合わせだということを申し上げています。そなおかつこれ賃上げ これがあの大きな目標であります物価に賃上げが追いつくまでの一時的な対応ということであるならば、分かりやすい対応も必要であるということで、2年間の所得税、住民税の増収分を同じ所得税、住民税という形で国民の皆様にお返しする、まあ、これも最も分かりやすい、えー、この方法ではないか。 まあこういった観点も踏まえて、選択を行ったということであります東徹君。じゃあ、もう一度お聞きしますけれども、デフレ脱却を本当にしなきゃならない、その手法が消費税の減税であったりとかする場合、また物価高がやっぱり上がっていって、やっぱりこれはにやっぱり対応していくためには消費税の減税しかないなといった場合には、消費税の減税も考えるんですか岸田内閣総理大臣。えー、今の 判断は今も説明し,た通りでありますしかし、今後、日本の経済をさらにこれ、成長させていくために、絶えずこの経済議論は行っていかなければなりません。一方で午、午前中もありましたように、社会保障制度についても、絶えず議論を続けていかなければなりません。大きな議論が行われた結果として、消費税について対応を考えると。 いうこと、これを全く今から否定するというものではないと思いますが、これは大きなこの議論、大きな判断となります。え、今はあまずは現実的に政府としては先ほど申し上げましたような判断をいたしました。安住党君。 われわれやっぱりその判断をやっぱり今すべきだとまあいうことを、きょおときた政調会長からもあのパネルであったとおり、消費税の減税をですねえ提案させていただいたということであります。続きまして、少子化対策にですね移らせていただきます。ああごめんなさい、その前に、所得税の増税ですよね、所得税の増税、これ、前回の通常国会で防衛費の予備 予算増のために所得税の増税を前提とした法案がです、ね、提出されて、われわれはこれ、反対させていただきましたけれども、まあ、これはあの成立がです、ね、したわけでありますが、私はこの,消費あの所得税の増税、もうこれはです、ね、もう今はやっぱりやめるべきだというふうに思いますが、いかがです岸田内閣総理大臣あの経済におけるデフレからの脱却、大きなあ重要な課題です。 日本国の防衛力を強化しなければならない、これも重要な課題です。それぞれこの取り組まなきゃいけない、まずは経済を再生させた上で、防衛力の強化も考えていく、これは大事な取り組みだと思いますが、この防衛力の強化の税制措置については、ご案内のとおり、所得税については、現行の家計の負担を増やさないと。 いいうこの制度を考えていますよって、今回、所得税の減税と、この所得税、防衛力強化における税制措置における所得税の取り扱い、これは決して矛盾するものではありません。時期についても景気、あるいは物価動向をしっかり見極めた上で、 次期令和9年度に向けて複数年で引き上げていく経済に対する配慮がしっかり、えー、この施されております、えー、まずは経済デフレから脱却させる、えー、その上で経済に配慮しながら我が国の国民の命や暮らしを守る防衛力強化もしっかり進めていくともに政治にとって大切な役割だと思っています東徹君 われわれは所得税の増税、まあ、あの全部であれ1兆円だったと思いますけれども、まあ、それはだったらですね、いやいや、増税ねあ増、所得税、いやいや、所得税とたばこ税と。岸田 <laughs> 内閣総理大臣。防衛力の税制措置については、所得税は今の家庭の負担を増やさない、まあ、こういった原則を取り、そして、 その税制措置の主要な部分は、法人税です、そしてタバコ税ですが、法人税にしても、全体の94%の法人は対象外になる、こういった制度にしてあります。所得税についても、法人税についても、タバコ税についても、これはデフレ脱却。 経済をこの前に進めていく、賃上げをしていく、まあ、こ,のこの大きな課題に向けて、決して矛盾,をする矛盾することがない、整合性を持った内容であると思っております。その上で、タイミングも考えながら、考えながらデフレ脱却も果たしていく、防衛力の強化も果たしていく、ともに政治の責任として、えー、結果を出していきたいと思っています。東徹君はいあのー 我々はですね、今、税金を上げるよりかは、歳出改革と経済の成長でできるでしょうと、まあ、いうことをです、ねまあ、ずっとこれ、提案させていただいているわけです。で、あのやっぱりそれをやっぱり実現し、それでもやっぱり駄目だということになれば、増税もです、ねや,っぱりえー、やむを得ないというふうに思っております。であの、少子化対策についてお伺いしたいと思いますが、あの岸田総理がまあ異次元の少子化対策と、まあ、いうことをです、ねまあ、掲げられました。 でまあ、これを実行するために、まあ、3兆円台、半ば、まあ、3.5兆円のです、ねまあ、予算が必要だというふうに言われています。で今年の6月にです、ね、まあ、この財源として、子ども未来戦略方針では、まあ、歳出改革のほかに、まあ、新たな支援金制度として、まあ、医療保険の保険料に、毎月数百円をです、ね、これ上乗せをするというふうに言われています。でそうすると、またこれ、社会保険料のです、ね、負担がまた、またこれで、ね、増えるということになるわけですけれども、これあの、 前もです、ね、この通常国会のときに、今年の通常国会のときに、出産一時金を増額するために、後期高齢者の保険料の負担を増やすなどをです、ね、して、えーまあ、保険料を増やしました、こうやってどん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 とです、ねまあ、保険料も増えていくというような中で、われわれもこれには反対したわけですけれども、この、まあ、岸田総理ですね、少子化対策の財源、この特に社会保険料の上乗せ、まあ、これについてどう考えられるのか、お聞きしたいいと思います岸田内閣総理大臣。 あのえー、子ども・子育て政策の財源につきましては、ご指摘の6月に決定した子ども未来戦略方針に基づいて、えー、この歳出改革と賃上げによって、実質的な国民負担の軽減効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築すると申し上げております。こ、えー、このことによって 追加的な国民負担は生じない。まあこうした説明をさせていただいております。あの歳出改革についても、うん、例えばこのサービス提供側の質の向上と効率化、うん、具体的にはこの医療提供体制の効率化や介護分野における IT の活用など、この幅広い分野でのまあこの改革を行うことによって。 具体的な改革工程表、これ、年末までに策定し、2028年度までの毎年度の予算編成過程において実施を積み上げていく、このように説明させていただいています。こういった歳出改革と、そして何よりも賃上げ、これを今度実行することによって、実質的な国民負担の軽減効果、これを生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築する。 こうしたことによって、追加的な国民負担を生じない制度を目指してまいります東徹君。われわれもですねあの、国民に負担を、まあ、先ほどと同じなんです、やっぱり徹底した歳出改革、行政改革、それでもって財源を生み出していきましょうと、それともう一つは成長戦略をやっぱり実行していきましょうとで、経済を成長させていって、それでまあこの財源を賄っていこうと、まあ、そういう考えであります。で あのえー、少子化対策についてなんですけれども、まあ、この我が党の馬場代表もです、ね、先日の衆議院の本会議で、まあ、高校授業料の無償化をです、ね、やっぱりこれを全国展開すべきだと、まあ、いうことをです、ね、質問させていただきました。これあの、きょう、まあ、岸田総理からです、ね、教育費の負担軽減に向けて取り組みを進めていくと、まあ、ちょっとこう、非常にあんまり前向きではない、まあ、答弁だったと思うんですけれども、これ、ちょっと、まあ、あのパネルを出していただいたらいいと思いますが、 あの自民党の憲法改正にも、このことが入っておりまして、自民党の憲法改正も、教育がですねより経済的な理由関係なく、教育が受けれるまあ機会をやっぱりねあの増やしていく、そういう考え方でありますが、維新、今回、大阪府が取り組んでいる所得制限のない高校授業料の無償化、これを実現しようと今、しております。 異次元の少子化対策の中で、やっぱり大事なのは、やっぱり教育にかかるお金っていうのは、すごい大事だと思うんですね。やはりやっぱり、教育にお金がかかるからというふうなことも、これは少子化のですね原因の一つだというふうに考えます。ですから、徹底したまあこの教育の無償化をですねまあさらにやっぱり実現していくべきだというふうに考えますが、この点について、これ、憲法改正でもですね自民党が提案しているわけですから。 この点についてです、ね、岸田総理の見解を伺いいいしたいと思います岸田内閣総理大臣はいあの教育というもの、国民が等しく良質な教育を受けるという点においても、またおっしゃるように、この子ども・子育て支援という観点においても、これ、重要なテーマであると認識をしています。 えー、そして、えー、日本においても、この、まあ、教育基本法の,この理念、うん、家庭の、まあ、経済事情にかかわらず、質の高い教育を受けられるチャンスを平等に与えられる必要があるという、まあ、この考え方あを、まあ、共有しながら、教育費の負担軽減を行ってきた、まあ、こういったことでありました。あのー 幼児教育から高等教育まで切れ目なく教育の支援を行ってきた、負担軽減を行ってきた、こういった歴史であったと思います。あの引き続き、教育の負担軽減の努力は続けていかなければならないと思いますし、あのまあ、憲法においても、教育の充実というテーマ、 自民党ととししててても重要なテーマの1つとして掲げています、まあ、ぜひ、えー、今後とも教育の負担軽減に向けて、努力を続けていきたいと思っています東徹君。だからそこがやっぱり違うんですね、やっぱり我々はやっぱり、幼児教育から高等教育まで、授業料の無償化、まあ、これをです、ね、やっぱり目指していくべきだということを言,う、まあ、言わせていただいているわけでありまして、まあ、ぜひこれあの、異次元の少子化対策というのであればですね、 やっぱりこの教育の無償化を、やっぱりやるべきだというふうに考えますけれども、やっぱり教育の無償化、やっぱりやらないんですか岸田内閣総理大臣。あのまあ、国の財,財源の中で、どのような政策を進めていくのか、その中で教育、大変重要な課題だと認識をします。 ぜひ現実の中で一歩一歩、教育の負担軽減に努めなければなりません。無償化についても、一つ一つのテーマで可能性を追求してまいります。いずれにせよ、そういった政策の積み重ねであると認識をしています東徹君。 我々は大学までの無償化、高等教育の無償化ですけれども、まずはやっぱりね、高等学校の、私立の高等学校の無償化、これをぜひですね、実現をしたい、していただきたいというふうに思います。で、えー、続いてですね、あの支援金制度による社会保険料の上乗、ごめんなさい、えー、続いてですね、あの支援金制度について、えー、月数百円、まあ、上乗せするというふうな話でありますけれども、 あのーまあ、岸田総理も言ってる、まあ、デジタル行政改革ですよね、これについて、ぜ、ま、ひ、あ、これを進めていただいて、歳、え、出、ー、のまあ無駄をなくしていく、まあ、こういったことをぜひ、ね、実現すべきだというふうに思います。でまあ、特に国と地方がバラバラで、まあ、非効率になっているまあ行政全般を見直して、まあ、生産性の向上につなげていく、また職員の長時間労働を是正するだけではなくて、 まあ人口減少社会にあったまあ少ない人数でやっていけるまあ効率的な行政、これをやっぱり実現していくべきだというふうに考えます。でえー、将来的にはこれ、国と地方合わせて20兆円を超えるまあ人件費、これをですねやっぱり抑えていくことにつながっていくのではないかというふうに考えますし、この行政のデジタル化、効率化について、岸田総理の見解をお伺いしたいと思います。岸田内閣総理大臣 まず政策を進めるにあたって、歳出改革等の努力が優先,するべきで優先されるべきであるという考え方、これは私も全く同感であります。だからこそ、防衛力の強化についても、非社会保障分野において、最大限歳出努力、歳出改革を行い、4分の3はそうした努力によって賄い、 残りの4分の1について、先ほど説明させていただきました、経済に最大限配慮した形で、国民の皆さんにご協力をいただく、こういったことを考えているわけですし、子ども・子育て政策にしても、歳出改革、これは最大限努力をし、そしてその上で、この国民負担率を下げることによって、その部分を、 この支援金という形で、子ども・子育ての財源に充てることができないか、こういったこの構図を、仕組みを考えている、こういったことであります。そして歳出改革の大きなテーマとして、デジタル行財政改革を取り上げられたわけですが、これこ、のこの考え方、 この改革を行って、例えば地方の組織をどうある、どうのようにしていくかということを考えましても、人口減少時代において、やはり地方のさまざまな行政組織にしましても、これは人手が足りない、人手不足、こういった状況に見舞われることは十分想定をされます。しかしかそうであっても この良質な公的サービスは維持しなければいけない持続させなければいけないそのためにデジタルの様々な技術を活用することが求められている、まあ、こういったまあ発想に立っています、まあ、ぜひあの今後とも人口減少時代に,入ったと入っに向かっていく中にあっても国民の多様なニーズに対応できる この行政サービスをしっかりと維持しなければならない、まあ、こういった観点から、まあ、河野大臣に、まあ、デジタル行財政改革本部を担っていただき、まあ、改革の司令塔として、努力をしていただくことといたしました。ぜひ今,おっしゃった今,今委員からのご質問を受けてて申し上げたような考え方に基づいて 努力をしてもらいたいと思っています東徹君まあ要するに、えー、まあ経費の削減効果につながっていくようなです、ね、結果的にです、ねまあ、そのようなまあ努力につな,がつながっていくと、まあ、いうことをぜひ期待したいと思います。でえー、続いてです、ね、あの今日も話が出ておりましたし、昨日もそうだったんですけれども、まあ、社会保険料、まあ、これは非常にいい問題だというふうに思っておりまして、まあ、その中で、えー、製薬企業の再編についてです、ね、お伺いしたいと思います。 でえー、日本のです、ね、製薬企業ですけれども、これ、新型コロナのワクチンとか治療薬の開発に乗り出したけれども、まあ、2年以上経ったけれどもです、ね、いまだにまあ結果が出ないというような状況です。で、えー、画期的な新薬、これ、一つ生み出すのに必要な期間というのは10年以上かかって、金額にして、まあ、3000億円を超えるまあ研究開発が必要というようなことも言われております。まあ、そんな中で、日本の製薬企業の団体である日本製薬工業会、ここに登録している企業の数っていうのは、 71社あるんですね非常に多いんです。で、まあ、売上高が3000億円を超える規模の企業というのは、たった17社しかないんですね。で、まあ、海外の製薬企業の規模は非常に大きくて、我が国でも一番大きな武田薬品工業でも、まあ、米国のファイザーと比べると、売上高でいうと3分の1しかないんですね。で、売上高で世界のトップ10に日本企業というのは1社も入ってないんです。で、えー、これまでの薬価制度の下で、まあ、特許が消えた。 長期収載品で稼いでいく構造からですね、まあ、新薬を開発によってまあ収益を得られる構造に転換していくということも非常に大事であります。で、えー、また高圧医薬品の産業もですね、まあ、高い生産力を持たないわけでありまして、まあ、多数の企業がまあシェアを争うですね。 薄利多売の構造になっているわけですね、でまあ、こういったことで生産が追いつかないという現状が今あるわけです。でこれ、非常にあの2017年にはこれ、塩崎大臣もおイノベーションを進めるということで、えー、この業界再編に言及されました、これいつまでもです、ねまあ、このお薬価制度によって、小さな製薬企業も稼いでいけるという、まあ、この誤送船団方式。 このような業界の在り方をです、ね、これ、改めて再編統合による規模で、ね、拡大していくべきだというふうに考えますが、いかがですか岸田内閣総理大臣あの。ご指摘のように、日本期限の、まあ、医薬品の、まあ、世界市場におけるシェア、これがまあ低下する中にあって、えー、我が国の製薬企業が、まあ、革新的な新薬を創出していくためには、起業家、 アカデミア、それから行政、投資家、さらには製薬企業、これ、お互いに協力しながら、スタートアップの立ち上げと成長を支えるためのエコシステム、こうしたシステムを構築していくことが重要であると考えております。これまでもさまざまな取り組みを進めてきたわけですが、ご指摘のこの製薬企業の開発力向上も含めて、 この総約力強化の政策、これを強力に進めていかなければいけない、こうした観点から、9月に内閣官房に新たに鴨下一郎参与、これ、任命したところであり、のそのリーダーシップの下で国家戦略、ぜひ策定をして、政府一丸となって取り組んでいきたいと考えています東徹君。これ僕あの 武見大臣もです、ねまあ、同じ認識を持っているんじゃないかなと思うんですけれども、き、まあ、昨日からもです、ね、この、まあ、製薬企業の話もです、ね、出ておりました、あの武見大臣にはこれ、通告してませんけれども、ぜひです、ね、これあの、塩崎大臣も、これあの、業界再編ですね、えー、やるべきだと、まあ、いうこともやっぱり言ってたわけで、もうこのいつまでもです、ね、このままの状態ではですね、 やはりダメだと思うんですね製薬業界の,この再編統合、していくべきだというふうに思いますが、これ、今の武見大臣は、どのようにお考えですか竹見厚生労働大臣。すでに総理からもあのご答弁をさせていただいているとおり、わが国の中にしっかりとこうした創薬に関わるエコシステムをつくる、その中でもその創薬の基盤、 となるそうした分野をさらに再強化していくということが求められていて、それはただ単にそうやあの企業の再編だけの問題ではないというふうに思います。ただし他方において、あの先生ご指摘のようにですね、このスタートアップのシーズンに製薬企業が投資を行う場合や製薬企業自身のが多額の研究開発投資を 行う場合には、製薬企業の資金力を高めることが有効であることは当然であって、そのために M&A による事業規模の拡大等を行うことも、一つの手段として考えられると思います東徹君。はい、まあ、M&A の手段もう一つの方法と考えられると、まあ、いうことですから、まあ、そういったことがです、ね、やっぱり進めていかないと、これ、業界の人たちも 今の誤送船団方式ではです、ね、もう限界に来ているということもです、ね、業界の人もやっぱり言っておられるんですよね。であるならば、やっぱり政府として、やっぱりこれにです、ね、やっぱりしっかりとやっぱり取り組んでいくべきだというふうに考えます。で、まあ、続いて、ちょっとライドシェアの方に移りたいと思いますが、もう一度確認させていただきたいと思います。私はライドシェアもそうだし、タクシーもです、ね、別に否定しているわけではないわけですね。タクシシーとライドシェア 両方のやっぱり選択肢があるという社会がやっぱり必要じゃないかというふうに考えているわけです。で、タクシーもです、ね、地理試験、大阪も地理試験あるんです、あとまあ東京、神奈川もあるんですかね、やっぱり非常にこの地理試験もあって、なかなか人材がです、ね、集まりにくいというのもあるわけです。この地理試験、なくすということでよろしいんですね斉藤国土交通大臣、はい、あの地理試験につきましては、昭和45年に制定された、 タクシー業務適正化特別措置法に基づき、輸送の安全および利便の確保に関する試験として、東京、大阪などの13の指定地域において実施しております。まあ、しかしながら近年では、カーナビや地図アプリの普及が進んでおりますので、運転者にどの程度の地理の知識が必要なのかを勘案した上で、時代に合ったやり方を廃止も含めて、早急に検討してまいりたいと考えております東徹君。 まあ廃止も含めてということで、廃止をぜひね、やっていくべきだと思います。で、あのライドシェアですが、これ、過疎地に絞るとかですね、そういうことじゃなくて、観光地とか都市部とか、そしてタクシーの業界とはまた別に、新規参入もできるというような状況を作るべきだと思いますが、その点について確認をさせていただきたいと思います。藤国土交通大臣 あの問題の本質はやはり需要に供給が追いついていないことだと私は思います、えー、このためタクシーの供給力の徹底的な回復策それから自家用有償旅客運送という制度が既にございますこの制度の徹底的な活用策やあのタクシー不足が指摘される観光地における交通対策について先月緊急措置として 決定公表したところでございます、まあ、その上で、デジタル行財政改革会議において、総理から地域交通の担い手不足や移動の足の不足といった深刻な社会問題に対応するため、タクシー、バス等のドライバーの確保や、地域の自家用車、ドライバーの活用などの検討を進めるよう指示を受けております。まあ、この検討にあたっては、都市部、観光地、地方部で課題が異なっておりますので、 それぞれの地域の実情をしっかり把握した上で、安全安心を大前提に、利用者の移動需要に交通サービスがしっかりと応えられるよう、ご指摘の論点も含めまして、デジタル行財政改革会議とも連携しながら、方策を検討してまいりたいと思っております東徹君、まあ、ぜひ新規参入できる制度をです、ねまあ、考えていただきたいと思います。であの万博についいてて、えー、質問させていただきますが、まあこれあの まあ建設費がですねまあ資材の高騰、人件費の高騰で、前回の計画からまあ500億円えまあ増える、これについてはまあ今、精査中だということなので、これは精査して、削減できるところあれば削減していただきたいと思います。しかしもうこれ、万博まであとですね、528日です。で、カナダの万博もこれ、開幕には間に合うということで、自信を示して発表されました、米国もアメリカもそうです。で、大事なことはですね、全国的な機運醸成。 開催地は大阪、関西ですけれども、やっぱり全国で盛り上げていかないといけないわけでありまして、全国的な機運情勢、どうやって行っていくのか、お伺いしたいと思います。自民、国務大臣。 お答えいたします大阪・関西万博の開催まで1年半を切り、今月末にはチケット販売も開催れる予定でございます。全国にこの万博の関心を持っていただけるような、全国的な機運情勢を図ることは非常に重要だと考えてございます。全国知事会の大阪・関西万博推進本部からもご提言、ご,提ご要望をいただいたところでございます。これまでも地方の皆様に万博を身近に感じてもらえるような、万博がもたらすメリットを全国で享受できるよう、全国の交流事業を 人口の拡大を目指します万博交流イニシアチブを打ち出しまして全国の自治体とそして万博に参加をしていただく国々との交流を促進いたします国際交流プログラムなど万博を契機に全国の地域の活性化につなげていく取り組みを進めているところでもございます今後は万博に行けばどのようなものが見られるかどのような体験ができるのかそういった魅力をしっかりと発信していくことが非常に重要だと考えております東徹君 これはの福岡市長もですねえ万博を盛り上げていきたいとか、そしてまた千葉県の知事もそうです、そしてまた万博を機に、高知空港ではですね万博開催中に、万博中に国際線の新増設をするというふうな話も出てきておりますし、愛知県の知事もですね万博に協力していきたいということでもあります。ここういったことで こういったことで、やっぱりしっかりとです、ね、あの全国的にり盛り上げていく、大阪は当然、一生懸命やってますよ、盛り上げていってます。ですから、まあ、ぜひです、ねえー、全国で盛り上げることをです、ね、していただきたいと思いますし、そして、えー、今日自民の太田,太田、えー、議員もです、ねえー、話がありましたが、えー、大阪か、大阪幹線パーは子どもにぜひ来ていただきたいわけでありまして、やっぱ子どもに来ていただける取り組みをです、ね、ぜひお願いしたいと思いますが、その点についてもお答えいただきたいと思います。自民国務大臣 大阪関西万博は、命輝く未来社会のデザインという、まあ、コロナ禍の後の初めて開かれる国際博覧会でございます。でコロナ禍で、まあ、我慢を強いられてきた、まあ、子どもたちや若者たちにも、ぜひお越しいただきたいと思ってございます。私も現在、まあ、プロデューサーやあの民間パビリオンの方々、実際に運営されている方々とお話を伺っておりますが、大変皆様、熱意がありまして、まあ、日本の食文化の素晴らしさや、あるいは命、あるいは最新の科学技術で50年後のに、 日本社会世界社会がどうなるか、こういったものを具体的に子どもたち、若者たちや参加者の皆様に感じていただきたいと、まあ、強くおっしゃっておられます。ぜひあの私といたしましても、子どもたちが、あるいは若者たちが大いに刺激を受け、まあ、夢に向けて頑張ろうという気持ちを育んでいただけるような、そういう素敵な万博にしてまいりたいと思います東徹君。はいあのー まあ大阪はです、ね、大阪の子どもたち全員、まあ、102万人らしいけれども、全員招待するそうでございます。まあ、全国からもぜひ来ていただきたいと思いますし、あの大阪・関西万博のアンバサダー、山中伸也先生もです、ね、言っておられて、科学の未来というものを感じて、本当にワクワクしましたと。 万博のですね。次世代を担う子どもたちに素晴らしいという刺激になってもらいたいといまあいうふうなことも言っております。ま是、あ、非万博に子どもたちが行って、日本の未来は明るいなと人類の未来、地球の未来も明るいなと夢があるまあ、そんな万博にですね。ま是非していただきたいと思いますので、まよろしくお願いいたします。まあ、続いて、あの海洋部員のことについてお伺いさせていただきます。 あのー、今年7月のです、ね、尖閣諸島沖の我が国の排他的経済水域で、まあ、中国が V 設置していることが分かりましたけれども、これ、10月13日に日中の外務省幹部による協議で、V の撤去をこれ、求めたということですが、中国側の返答、まあこれについていかがですか上川外務大臣。本年7月海事保安庁が 東シナ海の地理的中間線の東側の我が国排他的経済水域におきまして、中国が設置したと考えられます部位の存在を確認をいたしました。中国による当該部位の設置は、一方的な現状変更の試みでありまして、全く受け入れられず、委員ご指摘の日中高級事務レベル海洋協議におきましても、 日本側から抗議ををすするととともに、v、の即時撤去を改めめて強く求めたところでございます中国からは、えー、中国独自の主張に基づく立場の表明がありました。詳細につきましては、外交上のやり取りでございますので、まあ、差し控えさせていただきますが、我が国といたしましては、引き続き、あらゆる機会を捉えまして、中国側に対しまして、部位の即時撤去を強く求めてまいります。 東徹君まあこれ、中国にですね撤去を求めても、中国が撤去しなかった場合、これ、日本独自でやっぱり撤去すべきと思いますが、いかがですか上川外務大臣。 中国によりまして、今回の当該部位の措置でありますが、まあ、一方的な現状変更の試みであり、全く受け入れ,れることができません。まあ、累次にわたりまして、外交ルートを通じて、中国側に対し抗議をし、部位の即時撤去を求めているところでございます。まあ、委員ご指摘の部位の撤去等につきまして、国連の海洋法条約には、明文の規定がございません。 個別具体的な状況に応じて検討することが必要でありまして、その可否につきましては、一概にお答えすることは困難と考えております。政府といたしましては、引き続き、あらゆる機会を捉えて、中国側に対しまして、当該部位の撤去、即時撤去、強く求めてまいります。 東郷君まあ、撤去してはいけないというです、ね、そういったものもありませんので、まあ、ぜひ撤去すべきだというふうに思いますであの福島第一原発の処理水が海放出された後とも、これ、中国ですね、いまだに日本のお、日本産の水産物の輸入、これ、停止を続けているわけですけれども、一方で中国漁船ですけれども、北海道の方の北太平洋とか日本近海の東シナ海、これ、漁、未だに行っているんですねで、えー。同じ海域なのに、えー あの中国漁船とった魚は中国の国内で流通させて、日本の漁船が通った魚は輸入停止、こんなおかしな話ないわけです。まあ、ぜひこういったことをやっぱりね、中国に言うべきだと思いますが、いかがですか。宮下農林水産大臣 ご指摘のようにです、ね、日本周辺の北大西洋航海や日中漁業協定に基づく東シナ海の暫定措置水域等におきまして、中国漁船が操業して、サンマ、サバ等を漁獲して、中国で水揚げが行われているものと承知しておりますあの。中国による輸入規制措置については、科学的根拠に基づかないことは明らかでありますので、同措置の即時撤 撤廃を一貫して強く働きかけるとともにです、ね、WTO の場での当該規制の撤廃を求める反論署名の提出、また、WTOSPS 協定や、 RCEP 協定の規定に基づく討議の要請を行っているところでございます。あの引き続きモニタリングの結果を透明性高く発信していくなど、科学的根拠のない輸入規制措置について、今後とも政府一丸となってです、ね、撤廃を中国側に強く働きかけてまいりたいと思っております東徹君。いやいや、中国も取ってるじゃない、取ってますよねということもしっかりと発信していくべきじゃないですかということを言ってるんですけど宮下農林水産大臣。 はい、あの明白な事実ですので、あわせて発信をしっかりしていきたいと思います、はい、東徹君。 はい、えー、しっかり発信していてください、まあ、最後にあの核融合についてですね、まあ、お伺いしたいと思いますけれども、これは核融合、地上の太陽と言われていて、えー、二酸化炭素も高レベルの放射性廃棄物も出さない、まあ、次世代のエネルギーなんですけれども、これ、ぜひです、ね、あの我が国がです、ねまあ、しっかりとこれ、将来に、まあ、期待の持てる核融合発電分野で、まあ、海外と競争に打ち勝つためにです、ね、まあ、しっかりと対策を取っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか高市国務大臣。はい あの今、東委員おっしゃっていただいた通り、あり、フュージョンエネルギーと私たちは呼んでおりますけれども、この核融合はです、ねあの、ウランもプルトニウムも不要で、そして、まあ、高レベル放射性廃棄物も出ませんし、CO2 も出ませんからあの、発電効率も非常にいいので、まあ、大変期待されている、えー、ものでございます。で今はものすすごく、えー、国際競争が激化ししてててきおります、まあ、そこで、えー、日本としては初と初なる えー、フュージョンエネルギーイノ,イノベーション戦略 まあ初めての核融合戦略を今年の4月に策定いたしました。でまあ、これによりまして、核融合発電にまあ必須な機器の研究開発を加速しまして、この諸外国に対する技術的優位を確保いたします、それから先日ですね、運転を開始した JT60SA の活用も通じて、原型炉に向けた研究開発、これも加速します。さらに小型化化高度化 も進めます。またあの産業界も巻き込んで、えー、フュージョンエネルギーの1年も早い、えー、実現に向けて、えー、取り組みを進めます。で、ただこの発電開始時期を待たずとも。 えこのスピンアウトで、数年以内に日本に富をもたらす、こういった取り組みにも力を入れます。あのスタートアップを含む日本企業というのは、海外でも核融合関連技術で、非常にえ存在感を発揮しておりますので、他の分野でも活用できる技術がたくさんございますので、こういったものをえ応援して、しっかりとえ日本に富を呼び込みたいと思っております東徹君。 はい、ありがとうございますあの核融合、まあ、次世代のです、ね、やっぱりエネルギーとして非常に魅力のあるものであります。まあ、燃料はまあ重水素で,ですね、まあ、これ、海水から取り出せるというものですから、まあ、こんなです、ね、えー、また熱,熱量も大きいわけでありまして、まあ、ぜひともおやっぱり世界に先駆けてです、ね、えー、日本がやっぱり、商用化できるようにです、ね、り取り組んでいっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で質問を終わりますありがとうございました 以上で、東徹君の質疑は終了いたしました。